I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is the continuation of Digimon Cyber Sleuths. Please enjoy.
さあ、行こう。行け。
どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。限定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェイブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェイブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べ、詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしか。忙しいのか、ジョー。ここのところあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェイブ以上ってやつの影響かも。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったって。なあ、いつも以上にどんよりしてるっつうか、ざわざわしてるっつうか。この俺だ。ザクさんか。ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするが、すべて自分たちの手で肩をつけるそうだ。あらら、ヤコさん本気だね。地味犬も災難なこと。あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ。あいつはどこだ？何をやる？緊張してるの？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついていけって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな、私。無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ？用事が。エリカに聞いたぞ。これ以上、K に関わる奴の狙いが何である？デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。
毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが、行くなら。結局人間心配するな。俺は姿を隠してついていく。お前も。おーい。いいか、深追いはするなよ。ジニー剣のことさ。力で観客を集めて居座りの賛美に酔っている。そうだ、私が剣だ。会えて嬉しいよ。いきなり本題かい。会話を楽しむ理由は今も君にはないよ。私の目的、それを話す前に一つ問いたい。君は奴を見てみた。エレンでの奴はステージ上で輝くロックスター。だが現実世界の奴は臆病で器用だ。果たしてどちらの奴が本物だと思う？仮想世界での出来事はリアルではない。長いものだと人は言う。だが今や、人はほとんどの時間をこのエデンで過ごす。エデンで行き交う情報が生活の大半を占めている。それなら、この仮想世界での姿の方が、人々にとってもリアルなのでは。理想の姿を手に入れようとする行為は間違いだろうか。やっていることがどれだけ滑稽であれ、エデンで手に入れた力は現実にも影響を及ぼすのか。あのピエラはそのいい例だ。少々詰めが甘いかね。ザクソン以外にもジミー・ケンを狙うハッカーもいたようだ。奴は自分の手足に操り糸が巻きついていることに気がついていない。道化師はそろそろ退場の時間だ。いや、奴はくぐつさ。デモンズの真のトップは彼はいい看板だったのでね。表舞台の仕事は彼に任せていたんだ。だがこれからは違う。これからは私がデモンズだ。すべてのハッカーを今、エデンのハッカーたちが混迷している。あまたの正義、あまたの価値観の中で何を選ぶか。私がそんなハッカーたちを導いてみせる。デモンズは掌握し、ザクソンは私の正体を解く。そのため、
君は本当に君か？一度も疑問に思ったことはないのか？借り物のアバターで、借り物のアカウントで、データ化され、改ざんが可能になったこの仮想世界で、どうして自分が自分だと確信できる？現実世界でさえ、水槽の中の大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータよく考えてみたまえ。エデン、君は本当に君で歩いているのか？エデンでこうあろうとしている姿と、現実の姿。どちらが真に自分なのかと。そいつのヨタ話に耳を貸すんじゃねえ。リュウジ、出てきちゃダメだって。黙って聞いてりゃグダグダ。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろ。悪事を別のやつに押し付けておいて、自分がハッカーとこいつを付け狙う理由は何だ。悪事を知らず彼が心配でわざわざついてきたの。ご立派なリーダーじゃねえか。だが、君は私に説教なんかできる理由だ。さて、話はここまでだ。約束を叶えて邪魔者を連れてきた報いは受けてもらおうか。自分が一体何者か、よく考えておこう。気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。君が真実へと近づく、早口になるはずだ。追うのは後だ。来るぞ。さあ、行こう。気づかなかったな、あいつがしていたことに。やつはコマンドなしでデジモンを動かしていた。うん、デジモンでのバトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。Kはそこらにいるハッカーとは違う。リュウジが言いたいのはそういうことでしょ。バトルはともかく、理解力はこいつのが上だな。
これで分かった。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らない。得体が知れない。深入りは危険だ。それに、ジョーク、ま、え、が、あー、現像。あっちも終わったようだな。帰るぞ。お兄ちゃんにバラしちゃってごめん。言うつもりはなかったんだけど、昔から隠し事をしてもすぐ見抜かれちゃうの。聞いてたよ、ゲータの会話。ワームモンと通信つないで全部見てた。まさかとは思うけど、あいつの言ったこと気にしてるわけじゃないよね。君、あんなの君を混乱させるために言っていただけだよ。正真正銘、君は君でしょ。そんなのこっちと向こうの両方で会えばわかることだもん。何より精神データはエデンの最も重要な構成要素であり、不正にアクセスされないように最高難易度のセキュリティの精神データにアクセスすることは、お兄ちゃん、レジェンド級のハッカーでさえできないことなんだよ。そりゃ以前のアカウントの君とは会ったことがないから、その時点で別人じゃないよね。別人なの？騙した？ああ！破ったらまた壊れる？安心して。この間直した時、パーツ強化したから。なんちゃって。お返し。